にちは、はるじゅんのはるかです。はい、で今日はりゅうださんと一緒に宇宙のお話シリーズを始めていきたいと思います。久しぶりですね。久しぶりですね。はい、でりゅうださんのね、今までの旅のお話をなんかね、結構聞きたいって言ってくださる方がいらっしゃるので、まあ、その旅の話を今日はねしてもらおうかなと思うんですけど、今までね、まあ、20年以上ずっと旅を続けてきた中で、やっぱ不思議なね体験とか目に見えない存在とかと会ったりね、そういうことをしているんですけど、まあ、そのお話の中でこの間ね、ちょっとインスタでアンケートを取らせていただきました。はい、はい、私がこうリュウダさんに聞いた不思議なお話の中で、もうめちゃめちゃもうこれめっちゃ面白かったっていうやつを5個ぐらい挙げて、まあ、どれ聞きたいですかっていうことでアンケートを取ってみたらね、ダントツ一番だったのがそのカッパさんのお話なんですよね。うん、カッパのお話ということで、まあ、私も聞いた時にさ、なんかめっちゃびっくりしたし、なんか他の話もそうなんだけど、なんかこう現実離れしすぎててなんかね、漫画とか映画とかなんかそういうものを見てるとか聞いてるような感覚になってね、まあ、それが現実なんだっていうのもびっくりしたんだけど、今日はそのカッパのお話してほしいなと思ってます。まあ、みんなこうやってね、カッパのお話って言ってくれるんだけど、俺自身はカッパか人かね、それ以外の存在かよく分かってないね。はじめね、俺が体験して出会った瞬間も俺は、うん、普通の人だと思ってて、うん、それを友達に話したらそれ人じゃないと思うよってことから、あ、じゃあね、伝説にもなってるカッパっていう存在に似てたから、うん、まあカッパなのかなみたいなね。もう区別なく接してたんだろうね。そうそう、今でも分かんないからね、俺自身は、うん、カッパなのか人なのか、うん、違う存在なのか分かんないけど、まあみんな喜んでくれる面白い話の一つだよね。うんうん、出会った時はもう普通に分かんなかったんだ。うん、分かんなかったね。普通に俺はその友達に話すまで人だと思ってた。普通に面白い男の人なんだけど、うん、おいちゃん、おいちゃん、自分よりは結構年上でおいちゃんだったから、うん、白髪混じりの普通のおいちゃんね、優しいおいちゃんに出会ったなっていう話を友達にしたら、うんうんうん、いやそれ人じゃないと思うよっていう話になっていくんだけど、まあそのおいちゃんに、うんうん、助けてもらった話する。うんうん、うん、和歌山のね、うん、名前は伏せとくけど、山の中で、うん、水をね、うん、もう全部自分が持っていった2リットルの水、2リットルの水を2つリュックに入れて、で食べ物とちょっとした食べ物ともうリュックパンパンで山の中こう遊んでたんだけど、うん、もう2リットルの水2つ飲んじゃって、うん、カラッカラになって、うんうん、山の中だからまあ湧き水、うん、川でも湧き水でもまあたどり着けるかなって思ってたんだよね。うん、でもたどり着けず、うん、喉カラカラで、うん、いやこれちょっともうやばいから、人気のあるところ、うん、まあ、山の中でもずっと歩いてれば村がね出てきたりもするし、そういうところでこう助かるんだけど、いつも、うん、とりあえず村を探そうと思って、うん、山ずっと歩いて尾根に出てみたりとかして、ちっちゃい村みたいな発見したから、うん、山の上から見てて、うん、でその村めがけて降りてったんだよね。うん、じゃあそこたどり着いて、でちっちゃいこうなんていうのかな、村の特産品とかを売ってるようなお店があったんだよ。うんうんうん、でまあお金も持ってたし、うん、そこで普通に水買ってまた山戻ろうと思ってたんだけど、うん、その駐車場ついて水買いに行こうかなってリュック下ろした時に、うん、カブってわかる？カブ、原
月 50cc とか125とか新聞配達の人とかが昔乗ってた、あの登場したわけですよ、ド派手な真っ赤っかの、自分でこうめっちゃカスタムしてて、で後ろにあのでっかい荷台がくっついてたんだけど、おいちゃんが登場するやいなや、まあ、俺にニコって声かけてくれてね、俺もニコって声かけ直して、で、あのいやもうめっちゃ喉渇いてて、やっとここの店見つけてって話してたら、あのニコニコしながら後ろ の、 あのトランクを開けてくれたんだよね、パッて見てみろみたいな、パッておじちゃんが開けたら、キュウリが全部詰まってたんだよ。ハブの後ろに取り付けてある荷物入れの結構デカめの箱にもう全部キュウリがぎっしり詰まってたんだよね。でお前には2本やるわって言って、こうやって2本キュウリをくれたって。俺2本キュウリもらって、いやまあ助かったなと思って、なんで2本なのかは聞かなかったし分かんないんだけど、お前には2本あげるって2本くれて、でじゃあなって言ってまたそう閉めてしまって、おっちゃん帰ってったんだよね。でその時に、いやおっちゃんあの何も噛んで、俺にキュウリ2本だけ渡して帰ってったから、俺にキュウリ2本渡すためだけに来たのかなとか、なんかいろいろ考えてたんだよ。その日山にいる間も、山から降りてからも。で多分おいちゃんは80って書いてたんだよね、カブのなんかこう椅子とかにステッカーみたいなんで、80cc のカブって見たことないなと思ったんだけど、まあ、現チャリをめっちゃこう派手に改造 してて、あのマフラーとかもあの直感に近いよ、もうめっちゃでかい音でカブをそこまで、そうそう、ね、あのめっちゃでかいね、あのマフラー改造してっていうか、まあ、腹下でちょん切ってたんだけど、でしかもその2本をさ、俺その駐車場で食ったんです。ならもうその、 あの商店で水を買うっていう欲求とかも全部なくなってて、結局キュウリ2本食って満足して、よし大丈夫ってなって、俺山に帰っちゃうんだよね、山の中に。キュウリでさ、そこまで喉の渇き潤うかなって、いやもうね、そのね、喉が渇いてたとか喉が渇いてるとか、キュウリ食ったからとか、そんな何も考えてないんだよね、もう大丈夫っていう感じになって、でその村を見つけた山の尾根の上から村までが、下りでも3時間ちょっとかかる、上りは もうちょっとかかるんだよね、だからもう行って恋はできないんだけど一日のうちに、で俺もそのまま満足してまた山の尾根の上てっぺんまで帰って、で山の尾根伝いにね、自分のあの泊めてもらってる家があるから、そっち帰るんだけど、もうその間も全然喉が渇いたとか、水がねやべえとかいう意識にもなんなくて、それ不思議。そっからキュウリ食ってから多分何も飲んでないんだけど、食べてもないし、でそのまま一回山てっぺんまで尾根まで登って、尾根伝いに帰ったんだけど、でそれを帰ってから友達に話したら、いやそれ人じゃないんじゃないそれね、一般的にキュウリってそこまでね、2本食べたとしても喉の渇きってそこまで潤わないと思うんだよね、めっちゃ喉渇いてる時とかってね、キュウリじゃいや一般的には渇きは潤わない気がするけど、ちょっと特別なねキュウリだったんだろうね、もう普通のキュウリなんだけどね、あ見た目普通のキュウリ、見た目も味も食べた感じ普通のキュウリなんだけど、おいちゃんはあれ普通に日本語を喋ってる感じなんだね、そうおいちゃんは普通に日本語だけど普通の人たちではないよね、なんかこう派手だし、俺のことをもう初めから知ってる感じだし、まあでもみんなこうやってね、たまに行き合う人たちってみんな俺のこと元から知ってる感じのこう、あの
体で、うん、あの会いに来てくれて、もう知ってる体で自己紹介もなく、お前には日本やるみたいな感じで突然来て株開けて日本やるって言って帰っていくみたいな。いや、よく考えたらちょっとそれって謎、うん、そうそう、謎すぎるよね。なんかこうね、あの、うん、友達に話すと、うん、それ人じゃないし、うん、なんもう俺に会いにそこに来てくれてるし、うん、それはあの世に言うカッパなんじゃない、キュウリが全部キュウリもね、他に食べ物とか飲み物なく全部キュウリだけ、全部キュウリ、荷物キュウリだけみたいな。面白かったんだけど俺も、うん、全部キュウリだから、うんうん、びっくりするね、おーちゃん全部キュウリやん、うん、おーちゃん全部キュウリやんって多分言ったと思うけど、おーそうええやろぐらいのなんかどうやみたいな、うん、羨ましいやろ、こんだけキュウリ俺持ってんやぞぐらいの、うん、なんかこうノリノリ感で、お前には2本やるっつって、うん、めっちゃいっぱい入ってる中から2本2本だけだけやけど2本やるっつって2本くれて、でも食べたら2本で十分だったんだね、うん、十分だったね、喉の渇きも、そうそう、お腹も空かなかったんだ、お腹も空かなかったし喉も渇かなかったね、で帰るまで飲み物買わずに、ね、うん、帰ってるのに、買わずに帰っちゃうんだよね、なのに喉の渇きは奪って、うん、飲まなくていいって、 でその家に帰るまでは、うん、そのなんか喉が渇かなかったこととかも、うん、水買いに行ったのに水を買わなかったこととかも、うん、なんか全然考えてないんだよね、はあ、なんかそういうの忘れちゃってんだよね、うん、そのおいちゃんに会った瞬間から、うんうん、水買わなきゃとかね、そうそう、持っとかないとまた喉渇くとか、そういうのはないんだ ね、そのやっぱりキュウリにこう、うん、ねこうつながってる、はるか昔からつながってるカッパ、うん、カッパさんなのではないか、カッパっぽいなっていう、ね、みんなが言うカッパじゃないかっていうおじさんの話、うん、カッパカスタムしてんだそう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 、うん、カッパっぽいなんか顔、うん、顔立ちとかだったの？いや顔はもう普通のおいちゃんなんで、うん、覚えてないんだけどね、めっちゃ覚えてるんだけど、うん、おいちゃんの笑顔、うん、そのおいちゃんの笑顔めっちゃ覚えてんだけど覚えてないの、うん、思い出せない感じ、表現するならこの言葉が合ってるね、てるめっちゃ覚えてんだけど今頭の中に浮かんでくんだけど、うんうん、覚えてないんだ、それをはっきり表現しようと思ったら忘れちゃう、でまた思いそのおいちゃん思い出すと顔出てくんだけど、うん、おいちゃんの顔を表現しようと思ったらまた真っ白の頭の中の、ただめっちゃ笑顔、めっちゃ笑顔だったってことね、めっちゃ楽しそうで嬉しそうでお前には2本やる、うん、2本で十分だって思ったんだろうね、2本で大丈夫だと思ったんだね、カッパってね、なんかその水の精霊だったり妖精だったり、うん、そういう水を守る神様みたいな感じで、うん、いろんな土地とかね、うん、いろんな地域で祀られているよね、うん、そのみんな多分カッパって言ったら想像する形があると思うんだけどさ、うん、でそういう形をこう誰かがこう見てるから、そうやってずっと口伝で残って、うん、いろんなところでこう祀られてるのかな、そうだね、うん、そういう人がよくあの出てくんだよね、うん、ね、よくじゃないけどたまにね、うんうん、不思議なあの人な何だったのかなっていう人ね、でもあのびっくりさせる感じではないよね、見た目がさこう、うん、めっちゃカッパとかじゃないやん、あ違う違う、人間みたいな感じで、うんまあ、びっくりさせないぐらいで出てきて、うん、で後々考えたらちょっと一般的な人ではないなっていうさ、うん、後で気づくみたいな、うん、びっくりさせてくる人もいる、あ本当に山の中歩いてて、うんうん、茂みからいきなり出てくるんだけど、たまにイノシシとかシカとかいきなりバッて出てきて、うん、うわってなる時あるんだけど、茂みからね、ごそごそ自分が気づけなくて、うん、その時はあのもうおじいちゃんおじいちゃんが、うん、見た目はおじいちゃんが茂みからだよ、みんなあのもう何も分かんない、全然分かんない、ブッシュ茂みの中に潜んでて、うん俺が来た瞬間にうわって出てきたんだよ、わざわざ、いやいやそれ絶対脅かそうとしてる、でめっちゃ脅かそうとしてんじゃん、うん、あのその感じも明らかに、明らかに、で俺はもうめっちゃびっくりしたわけ、じいちゃんが まさか
ね、そこの山もあの深い山で人に会うとは思ってないから。そうだよね、動物ならまだしもね、そうそう、じいちゃんっていう人に会うと思ってないのに出てきて、もうめっちゃびっくりして、うん、もうその場で腰抜かすぐらいびっくりしたんだけど、うん、うわーってなるよね。それを平然と見てんだよね、うん、笑いもせず。あ、本当当たり前ぐらいの、当たり前の無表情で俺をこう、うん、わーって出てきたのに、無表情で俺を見て、俺はもうびっくりしすぎて、その親父の無表情にも面白くなって、もう大笑いしてるのにもう無表情なんだよね。うん、で無表情でこれに大徳寺はどこですかって聞いてきたの。大徳寺で俺もそのね、あのお寺さんは知ってる場所だったから、うん、いやここの山もうこ下の方に大阪の方面に降りていったら、うん、大徳寺 ありますよ、分かりますよ、降りていけばすぐ、うんうん、って言ったら、どうやって行くか、あのこう久しぶりで山に来るのか、うん、久しぶりで分かんないんだよねって言うから、うんうん、あ、じゃ あの大徳寺からそこの自分たちがあの出会った山の頂上までお地蔵さんがずっと各ポイント、うん、ポイントにあの置いてあるんだよね、うんうん、あのずっとその道を知ってる人が整備してくれてるし、うん、あの一般の人には分かんないような感じなんだけど、うん、分かる人はすぐ分かるんだよね、うん、あ、ここ参道だなみたいな、うん、それをあの伝えたんだよ、うん、その人に。お地蔵さんがずっと上から下までいるから、そのお地蔵さんに沿って、うん、お地蔵さん見ながら行ったら必ず分かるから、うん、それで下ったらどうですかっつったら、おお、それいいやないかっつって、うんうん、じゃあ俺それで降りるわって言うんだけど、うん、もう真っ暗に なってきてんだよ、もう夜に、もう夕方、そうで俺もう夜だから急いで帰ろうとしてる最中で、うんうん、俺はその山のてっぺんに乗り物があったわけ、うん、ねえ、うんうん、すごいね今ね、一瞬で乗り物があったからあのその乗り物に乗って降りると、うん、あの安全に降りれるから、うん、暗くても、うんうん、その乗り物に乗って降りれるから大丈夫なんだけど、うん、おいちゃんは歩きで降りるわけよ、じいちゃんや。でそのてっぺんからまあ下るのも、まあ、3時間ぐらいかかるよな、うん、あ、そんなかかるんだ、うん、じゃあもう完全に真っ暗になってるね。そう、完全真っ暗の、電灯もないから、うん、完全真っ暗の山の中なのに、うん、なんか当たり前に行けるみたいな。でそれも言ったで、いやもう真っ暗になるし、うん、あの乗り物あるから、うん、それ一緒にあの俺乗っけていくよっつって、うん、いやでもあのその自分がこう懐かしい道を通りたいみたいな、うん、自分の足で降りて行くよっていう感じだったから、うん、あ、じゃ あの気をつけて行ってくださいねって言って別れたんだけど、うんうんうん、そのおいちゃんとかも、うん、まあ、普通においちゃんが変なおいちゃんかなってぐらいに思ってたら話すると、こういやそれは人じゃないよねってなるんだよね、うん、おじいちゃん、おじいちゃん、ね、どれぐらいの結構お年な感じ、うん、そうだね、まあまあ年重ねてるおじいちゃんなんで、まあでも格好は普通にリュックとかも背負って、あ、そうなんだ、別にお坊さんとかお寺の人の感じじゃないんで、うん、普通にリュック背負って普通の服装で、うん、おじいちゃんなんで、ね、突然しげるからわーって出てきて、そうそうそこに行きたかったのか、ただただ会いに来た感じ、なんか会いに来てくれたんだろうなと思うんだけどね、ちょっとあのコンタクト取ろうと思って会いに来て、うん、ちょっと脅かしちゃったみたいな、うん、面白いね、うん、なんかそれめっちゃ印象に残るよね。そうね、うん、印象に残すためになんか脅かしてくれたんかなっていうね、うん、人の形をしてね、なんか突然出てくる時があって、うん、でもその時は分からないっていうのも不思議だね。その時はね、わかんないね。なんかあのわかんないんだよ。わ、うん、かってんだけど、わ、うん、かんない風にするというか、うん、どっちの俺も、うん、そっち側の人も、うん、なんかそれがルールなのかもしれないし、あ、
俺もなんかそれにはこう乗っかるんでね、気づいちゃいけないというか、そう気づいてない程度あの気づいてる話をしましょうかっていう、うん、あの不思議な、うん、あの空間になるんだよね、いつもそういう人に会うと、あの空間ごと変わるというか、あのお互い今分かってるよね、びっくりしてるよね、気づくよねでも一応気づいてない手で行き合って行き別れましょうかっていう感じにいつもなるから、なんかこうルールなのかな、なんかそういう神様たちのルールが あるんだろうね、うん、こう直接はコンタクト取れないように、うん、だからこう人間としてね、バレないように、分からないようになんかコンタクト取ってるのか、うんうん、ね、そのままの姿でさ、うん、出てくる時もあるわけやん、竜やった竜のまま出てきたりとかさ、そっか、そんなバージョンもあれば、うん、人のバージョンもあるし、うん、本当に自由自在なんだと思うんだよね、そっか、そういう存在たちっていうのは、うん、本当に無限に自由自在なんだと思う、うんうん、それをこうなんていうのかな、表現する中に決まり事があったりするのかなとは、うん、ちょっとは思うね、うん、そうじゃないともうちょっとこう分かりやすくてもいいのかなと思うし、うんうん、そうね、自分が認識してなくてもいっぱいそうやって出てきて会いに来てくれた人いるのかもしれないね、みんないるんだと思うね、うん、気づけないだけで人間として気づかれないように接触してくれてて、うんうん、それはやっぱこうね、姿形はいろんな形を取るんだと思うんだよね、鳥だったり風だったり虫だったり動物だったり人だったり神様のね、自分たちがみんながそれぞれに想像する神様の形だったり、みんな違うと思うけど、うん、それでいいんだと思うんだよね、うん、それが面白いわけだから、みんなの違う想像がいろんな姿形をね想像して、うん、まあ、みんなね想像を超えて自由だと思いますよ、うん、想像してないことが起こるのもすごい面白いね、うん、だから自分のこう概念でこれはないとかこんなはずはないとかさ、なんか勝手に決めつけちゃうとそういうのって出会えないのかな、そう、ねね、うん、まあね、全てを超えていけると思うから、うん、全てねないあるって決めてても決めてなかろうが、うん、出会う時は出会うはずだけどね、うん、気づけるかどうかで、うんうん、ね、自分がねやっぱり自由でいたい人たちはみんなあるとかないとか、うん、損とか得とかプラスとかマイナスとか、なんかそういうのも飛び越えていきたいよね、うん、うん、自由な感じが好きな人たちはみんな、うんうん、何も決めず、うんうん、想像を超える想像を超えてさらに、うん、想像のできないところだね、うん、想像を超えるってね、うん、伝わったかな、うん、伝わった、うん、ありがとうございます、ありがとうございますありがとうございます、いや本当すごい不思議なことがあるわけですね、まあこれからも多分いろいろ出てくると思うので、うん、またいろいろお話を教えてください、はい、はい、じゃあ今日はそういう謎のカッパさん、カッパだったのかわからないけど、ね、なんかカッパのようなキュウリをいっぱい持ってるおじさん、ね、山の中でキュウリだけ持ってるおじさんというちょっと不思議な感じの人との出会いのお話でした、うん、そしたらまたおいおい投稿していきますので、うん、よろしくお願いします、まだね、いろいろいるからね、いろいろいるからね、うん、出てきた人みんな紹介してやろうかな、うんうん、すいませんね、勝手に紹介させて
ありがとうございます。ありがとうございました。ではまたね。